はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、松田デミオ工事です。副島さん、どうも今日はお疲れ様です。副島でございます。YouTube T シャツが。そうです。これはサンフランシスコの。あ、マジですか。本社行った時にもらいました。本社の本場の T シャツ。いや、なんかイベントがあってその時にもらいました。派手ですね。でしょ。まあ車もね、派手ということで。車も派手ですよ。これ珍しいですよね。キャンパストップ。屋根が車が好きなんですよね。で、ちょうどまあこれ出物があったのと、あと内装が可愛かったんで。あ、そうですね。内装、しかもさっきちょっとドライブしながら聞いたんですけど、一回取っ替えていると。そうそう、内装ね、丸き中身取っ替えてます。というわけでちょっと見ていきましょうね。見ていきましょうね。松田デミオ工事ということで、工事さんですね、これ工事さん、デミオのね、こちら 1.3 リッタータイプなんですけども、これのね、特徴的なのはなんとこの、キャンパストップですね。この白いね、キャンパストップが、この工事の、この車の特徴ということで、いやなかなかね、ちょっと年季も入ってるようなんですが、まあベーシックなデザインでかっこいいですよね。まるでね、このホームベースのようなこの五角形のフロントマスク、なかなかいいですよね。今ね、マツダは鼓動デザインということで、すごいね、流線形になってまとまってきてるんですが、それのね、まあ1世代前2世代前っていうところですかね。ヘッドライトはこんな感じです。いやなかなかね、この自然にこの曇った感じのね、すりガラスがまあちょっとオシャンティーな感じですかね。横から見たらこんな感じです。いやなかなかね、ショートボディで使いやすそうなボディサイズしてますよね。ウインカーのところにはね、メッキ使いでおしゃれさを足しております。タイヤの方は15インチですね。なんとね、ヤフオクで買い直したという、これ純正の、マツダのホイールということですね。ああ、なかなかちょっと、あれですかね、アンティーク仕様というか、はい。あるがままに。古いのを、だから中古パーツを買いました。じゃないとね、こう色がね、合わないですもんね。ここだけ鮮明な黄色になっちゃいますもんね。でもこれ、黄色というか、もともとちょっとクリームっぽいね。で、これアンテナ、アンテナね、あったんですよね。このなんか長いピョンね、なんかラジコンみたいな、あれかっこいいですけどね。これがアンテナ保護のシールらしいですね。アンテナはないんですけどね。あれでもこれ後ろこのバルブ、これの1個新しい世代のタイプなんですよ。ああ、これ入れ替えました。あ、このユニットごと入れ替えたってことなんですね。これちょっと後ろを開けさせてもらってもいいですか？おお、なんか虫がお、すごい。あ、これアンテナ。あ、アンテナあるんですね。お、いいねいいね。これ釣りができそうなアンテナが。こんなんです。おお、あ、へえ、こんな感じで開くんですね。意外と広いですよ。そうですよね。これ後ろをこれ倒せばかなり積めるんで、撮影機材とか山ほど積んでいけるので、かなりね僕助かってるんです。あ、シートを倒して。これだから区分的にはステーションワゴンなんです。これステーションワゴンなんですか？ステーションワゴン扱いなの、車検証は。あ、そうなんですか、珍しいですね。こんな感じでほんま蛇腹、あ、またさっきの攻撃してきたガガガガモスラ、あ、こう2段階、そうそうそう、へえ、これよく考えられてますね。ちょっとせっかくなんでアンテナつけてみますね。ちょっと本来の姿に戻してあげようかなと。閉じ込むだけだから、まあ刺したんですけどね、ちょっとカメラじゃよく伝わらないかな。立中に入るときに嫌がられる。ああ、うん、これが当たりますって言われる。あとね、洗車機とかね、だから取っちゃう。なるほど。ちょっと副島さんにね、お気に入りポイントを聞いていこうと思います。はい、お気に入りはまあキャンパストップですね。屋根が車がもう日本ではそんなに作ってないですもんね。ロードスターぐらいかな。ロードスターとあとまあまあコペンとか、はい、ね、S660 とかあるけど、2シーターじゃないですか。これ、要は5人乗りで屋根があるから、それがすごくいいなっていうのが。そっか、これ5人乗れましたっけ？乗れますよ、5人乗りですよ。立派ですね。そう、荷物も積めるし5人も乗れるし、こうね、屋根もある。でキャンバストップ、松田さんは以前よく作ってたんですよ、エステバとか。実は初めて買った車もマツダのキャロルという軽自動車。キャロルですか。そうそう、キャロルで、しかもキャンバストップ付きを買ったの。ロマンですよね。ロマンですよね。ではお邪魔しますと。内装の方ね、こんな感じです。すごいあれですよね、ベージュ感満載なんですね。そうなんですよ。まあでもこの色味が結構良かったっていうのと、あとね、キャンバストップが実はね、こう、まあ要は屋根じゃないから、明るいね。ああ、そうですね。日差しが結構入って、内装が、中が明るいっていうのが。これ結構ボヨンボヨン、スクリーンみたいなね、感じですね。そう。ちょっと暑いんで、エンジンをね、かけさせてもらいます。昔ながらの、こういうね、キーですね。そうそう。もうこれ、本当これが、すべての車、やっぱこれに戻してほしいですよね。ボタンはね、嫌だよね。わかるわ。15万7000キロ。結構走ってますね。まあ20万キロは行くぞっていう。で、やっぱりこの時代の車ってね、タコメーターがね、しっかり表記されてますよね。うん。まあ、レスポンスはこう優しい。産んでも反応しねえやつだなこれ。この時代の車にしたら結構内装豪華ですよね。内装豪華だなと。このなんかベージュとこのね木目のねハンドルの、このハンドルもちなみに変えました。これもだから上位グレードから移植して、じゃあもともとこれじゃなかったんですね。このクラスにしてはちょっと高級感があるというか、そういう感じしますよね。だからちょっと一時期高級なコンパクトカーみたいな、そういうなんか流行りがあったから。そうか。ということはダウンサイジングの端折りといいますかね。そうそうそう。もう上位グレードから乗り換える人用というか、これダイヤルいいですよね、これね。そうですね、シンプルで分かりやすくていいと思います。私の車ね、こうなんかタッチパネルになっちゃってね、この手探り作業ができないんですよ。それはあれね、逆に運転しながらだとやりにくいね。危ないですよね。これ本当にでも専門内装だから、別のカーステに付け替えたいわとか言ってもできない。そうですよね。これオンリーなんです。ユニットごと変えないと。そうそう。でもこれ CD 調子悪いんだけど変えようとするとごっそりこれ変えなきゃいけない。これ4速オートマチックです。これ4速オートマチックなんですね。まあ収納もね、ところどころなんか小物系。あ、結構。この小分けしてるの、これ憎いですね。小分けダッシュボード。小分けダッシュボード。すごいすごい。ここ仕切りがある。そうそう。結構ね細かい。なんかちょっとこうファミリー向けな感じはしますけどね、こういうところ。そうですね。でこのシート、これがこれもハーフレザーシートで、これもごっそり移植しました。あ、移植しました。上位グレードからの移植です。そうですね。これ革張りで。そうそう。後ろもそうですよ。後ろも変えましたよ。これでこれ明るいでしょ、この。そうですよね。基本明るいですよね。これがいいんですよ。まあその分ちょっと夏、今もうすでに暑いですけど、灼熱なんですけど、まあちょっと後で開けて発信見ようと思います。ちなみにね、乗った感じこんな感じです。いや広く感じませんかこれね。やっぱりこの上の開放感、これがねだいぶ違うなという感じしますね。あれです。まあまあライトは明るいと思う。これが。キャンバストップのスイッチ。ちょっと開けさせてもらいます。こっち？あれこうか。そうです。押しっぱなし。こっち？そうです。おお眩しい。開くでしょ。なんかすがすがしいですね。そうです。ちょっとここ今今山のね上のここどこでしたっけ？さつき山。さつき山ドライブウェイ。ドライブウェイ気持ちいいですね。本当ですね。あ、可愛いですね。やっぱり、キャンパストップ、この開けた時のこのねなんか布のたわみ感、これがねちょっとなんかイタリア車的な感じもしますよね。まあちょっとね年数が経ってるんで多少雨漏りはするということらしいんですけど、ここが風切りで、ちょっと跳ね上がるんですね。5人乗れる屋根がある。来ましたよ。ああ、登らない。そうですよ。あれ登らないよ。あ、すごい鳥のさえずりが。